シンド州は、パキスタン南部の州、人口4237万8000人、面積14万914平方キロメートル。パキスタンのアラビア海沿岸部東側、インダス川下流部にあたり、バローチスターン州、パンジャーブ州、およびインドのラージャスターン州、グジャラート州に接する。研究者などは、スインド州と表記することが多い。古くサンスクリットで海、 または川を意味する、シンドゥー・シンディーと呼ばれ、アッシリアで、シンダ・シンダ、古代ローマでシンドゥス・シンディス、中国で、ミドクなどと呼ばれた。インド、インダス、ヒンドゥー、ヒンディーも語源を同じくする。南アジアで、イスラム教が最初に広まった地域とされる。州トは、カラチで、他に主要都市として、ハイデラバードなどがある。紀元前3000年頃、 インダス文明が始まり、ンドにも有名な遺跡も変除だろうがある。その後アリア人の移住によりンドも古代、インド文化圏に入った。しかしその後もしばしば西方からの侵入、支配があり、それらが混合して文化が形成されていった。紀元前6世紀にはアケメネス朝、ペルシャに征服され、ヒンドウシュ州に組み込まれた。紀元前4世紀には、 アレクサンドロス三世の遠征に続きギリシャ系、セレウコス町に短期間支配された後、マウリア町に征服され、アショーカオチカでは仏教が盛んになった。その後、クシャンアサ支配下でも仏教は保護された。さらにアケメネスアサ、ペルシャに支配された。489年から690年、ラーイアサが支配した。711年にイスラーム教を奉じる。 アラブ人が来襲し、インダス川西側で最後のヒンドゥー教徒の神道を、EN、デハを破ったが、東側へは侵入せず、バローチスターンよりの一部が、イスラーム帝国に支配されるのみであった。しかし、ウマイヤ朝に征服されて、イスラーム化が進み、震度と呼ばれた。アラブの支配は、約3世紀続き、現在につながる文化が生まれた。10世紀には、 トルコ系ガズナーサの侵入があった。その後11世紀から13世紀まで土着の王朝が支配し、さらに16世紀までデリースルターンアサにより支配された。続いてムガル帝国による支配が2世紀ほど続いたが、支配は半自治的で実質的には土着の王朝が支配した。ムガル帝国が衰退すると、 イギリスが1843年震度を征服し EN、ボンベイプレジデンシーの EN、震度ディビジョンとなる。1936年にイギリス領インド帝国の震度州としてボンベイプレジデンシーより分離となったが、これも土着の震度半王を通じた間接支配の形を取った。20世紀の独立運動ではイスラーム系の運動家を多数出した。 パキスタンの独立前はヒンドゥー教徒のシンド人も多数いたがインドパキスタン分離独立後は圧迫が激しくなりインドへの移住を余儀なくされた。GM サイドラによってナショナリズム運動が起きたが共産主義と結びついていたので徹底的に当局から弾圧された。モンスーン地域であるが砂漠気候で雨量はごく少ない。冬は比較的温暖で夏は非常に暑い。 熱波で1000人単位の死者が出る年もある。12月から1月にかけては冬に当たるためやや気温が下がり、快適な気候となる。カラチの月間降雨記録は1967年7月の4 2 9 3ト、mm、ルである。1日の最高降雨記録は1953年8月7日の2 7 8 1ト、mm、ルであり、この時カラチは、 記録的な大洪水に見舞われた。東側にはタール砂漠があり、西側にはキルタル山脈があって、バローチスターン高原に続く。その間のインダス川近くは平野になっている。南部にはインドのグジャラート州にまたがる、カッチシッチが広がる。シンド人が多く、言語はシンド語、サライキ語、ウルデゥ語などが使われる。海に面子商工業が盛んで、 農業も行われるため、パキスタンの経済生産のかなりの部分を占める。特に臨海部の大都会から地は、震度並びにパキスタンの産業の中心となっており、工業、商業、金融が盛んで、現在では IT 産業が発展しつつある。インダス川沿いでは、綿花、米、小麦、砂糖、キビ、バナナ、マンゴーなどが栽培される。また、石油、天然ガス、 石炭などの資源も生産される。ありがとうございます。